ありがとうございました。学校試合行けなくてすいませんでした。でも自分たちがここまで野球できたのもやっぱり皆さんの支えがあって、いろんな人に支えられてここまでやってこれたと思うんで、甲子園に行けなかったことは残念なんですけど、本当に今までありがとうございました。これからまたお世話になることもいっぱいあると思うんですけど、これからやっぱり恩返しっていうのをしていきたいと思うんで、本当にありがとうございました。たくさんの、多くの方に声援していただきまして、どうもありがとうございました。もう今日は本当にスリリングな試合展開に落ち込んで、最後はもう去年の鬱憤を晴らす逆転勝ちで最後収めてやろうっていう風な、そういう風な魂胆を持ってたんですけれども、中盤突き放されてちょっと思うような展開になかなかいかなくてですね、選手の方は本当に一生懸命やってくれたと思います。ただまあこのような負けは非常に悔しい負けになります。でも3年生は、今後の人生が非常にまだまだ長いので、この悔しい負けをですね、家族と共に、一つの糧にしていただいて、で、しっかりした人生を歩んでいっていただけたらと思います。であと下級生はまだ今日のこの悔しい敗戦、目の当たりにしてますので、今度のチームは力ありませんけれども、なんとかこの3年生のチームに、近いレベルにまで引き上げて、来年こそ本当になるとやりつけて甲子園に、ぜひ行きたいと思います。応援どうもありがとうございました。